NPO 法人未来家内。それでは、はい、証人尋問を始める。緊張しております。はい、はい、誰に NPO を誘われて何て言われて入ったんですか？それを詳しく話させていただきます。それは過去を遡り、はい、半年前あの長浜明乃さんから連絡があり呼び出しをいただきましたと。何が忙しいはずなので、あの LINE でもメッセージでも全然いいのでっていうお話をしてたら、いや会って話したいからっていうことで朝9時スターバックスに待ち合わせをさせていただきました。するとですね、それってもうなんかあれやな、男からしたら告られるみたいなな。体育館裏に呼び出されてるっていうか、それは人家名に合うかどうかそうです。ちょっとそういうドキドキもあり、そうです、そうです。それにその時まだ秋野さんとはそこまで親しいかって言われると、多分会った機会も2回とか3回とかだったので、うん、何かな、うん、何者なのかな、ちょっと怪しい感じで見ておりました。タクティーまでタクティー根付いてる根付いてる今日がタクティーですね。ちょっとその時話を聞きながら、男の人ってやっぱ先に結論から言った方がいいよねって言われて、あ、はい、それはもうありがたいですって言ったら、分かった、でも一から話させてって言われたんですよ。分かってないな。言った、よく覚えてるな。抽象すぎて結論的なやろうけど、家庭が大事だから家庭から喋らせてって、なぜそう思ったかからを先に喋らせてって言いました。あの今となっては秋野さんだからもうさすが秋野さんだなと思うんですけど、その時ばかりはやっぱりあの不思議不思議不思議たまらなかったんですよ。心の中ではセイラさんの誕生日が実は次月にあったので、セイラさんの誕生日をサプライズで祝うであろう、そういう話だと思っていたら、まさかの NPO NPO みたいな、 NPO って何なのみたいな、全然よく分からなくて、でも作るのが大変だよ、だけどやってみないとわからんよねっていう話も誰が言ってるば心の声が出ちゃった。やばい、天才だ。じゃあそこで正直んよくわからんと、で騙されてるかもしれない。秋野さんのこともまだその時よくわからない、 NPO 自体もよくわからない、俺はどの道で進むんだろうってなった時に学んだんですよ、ここ1年で闇やたらに行かないと。だから止まろうって思ったんですよ。いつもだったら行ってたんですよ、あ、楽しそうやりますみたいな、でもんって思ったら一回止まろうと思って、で止まろうと思ったんですけど、一緒にやる人がいるよ、誰ですか、漬山セイラやりますって言ったら許可取ってない、俺許可取られてない。やるよって割と詐欺、割と詐欺で。でもなぜそこで入りたいかって思ったら、セイラさんのそういっぱいもらってるので、セイラさんからそこで何か返すことができたら自分として超嬉しい、だからセイラさんがこれから走るなんか活躍するときに、なんかちょこまか周りでちょっとでもなんか違うこれは違う。そこで何かできたら自分が嬉しい、だったので、あの一緒にやらせてくださいっていうところで NPO のきっかけスタートはそこからでした。なんかいい話すんなお前使えねえよこんなの。え、いい話ですか。いい話です。俺の名前出すな。あー、そっと恥ずかしいよ。はい、なんか質問していいってこと。その時もちょっと間違いなく言ってたんですよ、セイラさんが大好きでって。で確定、そうそう、そう、それ今なんでそんな気持ち悪いんだろうと思ってそれ質問、まあ、質問してって言ってるのになんで気持ち悪いんだろう。かっちゃんと同じ匂いしかしないからさ。へえ、なんでみんなさんくくりが男性ってもくくられてない。いや、ギリ中性です、俺たち多分中性、中性、そう、男性の、うん、中性ギリ勝右衛門さんとは勝手にですよ、ち
ちょっと違うかな。あ、違う好き違う愛。ちょっと待って、ちょっと待って、すいません、ちょっと待って。なんか違う、なんかみんな月山セイラ好きって言うから気持ち悪いよね。気持ち悪い。いや、好きは何でしょうね。尊敬かなというか、尊敬とやっぱ感謝って言葉変ですよ。はい。好奇心と一緒で、うん、好きなものは好きだし、やりたくないものはやりたくない。何の話をしてるんだ。やめろ。ちゃんと質問しろ。消えたんだろ。帰る前に最後になんかまたいい質問していいですか。何でもいい質問限定。最初の質問なんで NPO に入ったの、どんな社入ったの。でも組織夏希さんと同じで、自分やりたいことはやりたいし、やりたくないことはやりたくないです、うん、で好きなものは好きだし、嫌いなもの嫌いなもんつもないですけど、嫌いな食べ物はゴーヤとピーマンだからな。嫌いな食べ物がないんですよ。うん、なくてマジ、はい、すごいないんですけど、好きはあるんですよ。そりゃなそう、好きはある。行動する時も好きでしか動かない。で、好きじゃないで無理やりなんか外的要因で動かされたら全然うまくいかない、うん、のは最近納得しました。好きって思ったら好きなんですよ、本当に。でも私一人だったらそれで一応行動できたんですけど、まあ、NPO ってなるならちゃんとしないといけないかなって思って、今ちゃんとしようとしてたら空回ってたの。大丈夫です、ちゃんとしてたくまさんがやってくれる。お願いします。何をやっていいのか。愛してるよゲームで。あ、そうです、危機大会で、そう、自分が得意な部分であればガンガン出していきたいんですけど、苦手なところを任された時にあいやーってなります。いや、苦手は何ですか。事務処理系です。あ、なんかそこでは勝てないです。やってあげようか。あきらさん以外できます。おいちょっと自信が出るかもしれない。俺ってできる方かもって。誰が言ってんだよ。得意なところで勝負したいってのはやっぱ最近強く思いますね。それだけでいけよう。いいかもしれないですね。一人一本ずつこうやって10分ずつぐらいとかでポンポン乗せていって、じゃあ、はい、NPO を通してじゃないんだけど、今後、はい、まあ、どうしたい、どうなりたい。 NPO とはもしかしたら関係なくなるかもしれないんですけど、個人的に好きなのがアイドルとか。アイドル自分が得意な部分で何か手助けって言ったらおこがましいですけど、なんかちょっとでも一緒にいさせてもらう、なんか関わらせてもらって、その人がもう自走し始めて、なんか楽しそうにガンガン走っていく、伸びていく姿を見るのが好きなので、もう完全に自己満ですけど、近い。めっちゃ自己満なんですけど、自分がすごって思える人の力になれたら嬉しいなって勝手に思ってるタイプです。で、その人がなんかもうガンガン、まあ、経済でもそうだし、夢だったり思いだったりとかっていうところのなんか走りやすさというか、なんか走りやすいじゃないですけど、気持ちよく走ってるっていうんですかね、もうなんかスピードに乗ってる瞬間を見れる、あの瞬間にもしなんか空間に入れたらというか、超幸せです。自己満ですけど、めっちゃ自己満ですけど。わかるわかる、わかんないよね、わかんねえだろうな。これカット。何ね、なんで何言ってるかわからない。わかるよ、わかるよ。性欲はないんでしたっけ。性欲はないです。ないですって言っちゃったけど、いや、ないことがないはずなんですけど。モンスターモンスター。男として生きろ。田舎のおば。めっちゃあります。めっちゃあるというか、これさっきの性欲とかけてる。かけてないです。性欲めっちゃありますみたいな。編集できる。やばいやばい。性欲はめっちゃあります。あるかい。いやいや違う違う。あー、でも良くも悪くもだと思うんですけど、マジで何も知らないんですよ。まあ、勉強不足がめっちゃあるんですけど、何も知らんし、
何もできんというか、特に一人で、そうなんか常にですけど、自分の人生もうめっちゃ支えてもらって成り立たせてもらってるのが一番あって、もちろん家族もそうですけど、友達だとかもうちっちゃい頃からずっとそうです。常に周りにいてくれて、なんか支えてもらって、そう楽しい、生かせてもらってるって言ったら変な言い方ですけど、なんかそんな感じです。一人じゃ何もできない。何もできるんですよね。なんか今ちょっと家話してたじゃないですか、全部下ネタかなと思って一人じゃ何もできないとか、ね、行かせてもらってるとかこいつはこいつは俺ちょっと今日ダメっすね、あの疲れすぎてます。こいつは何言ってんのかなと思って今この瞬間にじゃあもうあれだ、ギラギラしてたからこれ良くないっすね。良くない良くない、採用っすね。A と用じゃないですけど、光と影じゃないですけど、そういうことですか。そういうことです。弱者アイデンティティですか。もう20分になるよ。すごい、セルさんの話しか違うじゃない、ね、今日は皆さんに、ウォーキング講師の、はい、矢田美幸さんのレッスンに行ってこようと思います、はい、それでは行ってきます。まだいる。なるほどなるほど、はい、これで毎回これで NP は法人未来行かない。